はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサガリユニバース、皆さん5周年記念いかがお過ごしでしょうか。まあ自分で全然ロマサガ RS は動画にしてなかったんですけど、ひっそりとやってます。まあ基本無課金でやってるんで、まあ、高難易度クエストができるとか、まあそういったのが一切ないので、まあ見せ場がないのでね、まあ普通に楽しんで、やってましたというところなんですけども、まあ今回ね、5周年というところで、まあガチャもね、すげーいいのいっぱい来てたりするんで、まあ主にガチャ引いていきたいと思います。で、基本的に無課金であんまり引かないタイプなので、まあこういったね、周年の時とか、もうがっつり引いていくっていうやり方でやってるんで、ジュエルが 167,735 あって、これちなみに内訳見るとですね、もうほとんど無償ジュエルです。166,000 が無償ジュエルで、優勝は905しかないというとこですね。で、基本的にはまあハーフアニバーサリーとか周年の時だけちょろっと課金して、あとはもう本当に無課金で、まあ欲しいキャラとかが来た時だけ引いていくっていうところ。で、だから引かないことの方がほとんどなので、まあ今回ね5周年ということでめちゃくちゃジュエルも配ってくれたので、まあ天井3回分があるのと、まあプラスして1回くらい課金してもいいかなとは思ってるんで、まあ、4回分くらいの天井は確保してる感じになってます。で、今画面にあるんですけれども、来てるのが、まあ、最終工程男編と最終工程女編、あとは、5周年記念の、シーレキハチとリアムで、これも5周年記念の、ロマサガ2初期メンバーと、ロマサガ2のビクトール編、まあ、初期にいるようなキャラですね。あとは、まあ、リバイバルとして復刻でシーレとかがいるんですけれども、こっちもありますね。前夜祭の超ボス祭り、サルーイン、ファイアブリンガー、オールロワージュといった、ところになってます。あ、あと UDX か。UDX のエア。結構あるな。で、復刻のね、ファイアブリンガーとかもいたりして、だいぶあるね、ガチャが。で、その中で、まず欲しいものといくと、ちょっと、最初に出たところから見ていくと、今一番古いのが前夜祭のガチャになってますので、これはね、もう欲しいよね。サルイン、ファイアブリンガー、オルロワージュ、もう3体ともマジで欲しい。で、ファイアブリンガーはちなみに旧スタイルも持ってるんで、まあ、旧スタイルと新スタイルね、2体持てばかなり戦略の幅が広がると思うので、ここはもう3人とも欲しいんで、まあ、天井行ってでも引きに行きます。で、エア編か、あと。エア編はちょっともう、スルーですね。引かないです。で、あとビクトール編よりは、まあ、やっぱりちょっとレオン編を引きたいかなということで、まあ、レオン、ジェラールあたりが出たらちょっと撤退して、で、こっちはシーレとキハチは欲しいですね。まあ、リアムがもし出なかったら、まあ、リアムはちょっと置いとくと。で、最終工程編は、まあ、女はやっぱり欲しいなというところで、まあ、最終工程男の方はちょっとジュエル次第といったところになります。なので、一応3天井いけるんで、まず3つ引くとすれば、まあ、ここの最終工程女と、5周年のシーレキハチと、あとは超ボス祭りのファイアブリンガー、サルイン、オルロワージュで、あとその全部天井になるかって言われたら、まあ、全部天井になったらちょっと悲しいんですけど、まあ、ジュエルの余り次第でこの初期メンバー、皇帝出陣の初期メンバー編を引いていきたいと思います。まあ、じゃあ早速なんですけれども、こっちの、超ボス祭りですね。で、優勝ジュエルは全然ないんで、そう、優勝ジュエルね、1回引くだけでも、まあ、無料が2回あって、ステップ6で SS1 体で、まあ、ここでピックアップ出てくれれば嬉しいんですけども、ステップ7でね、またピックアップが出てくれるんで、まあ、だいぶね、ジュエルの方は節約できる。あくまでも、まあ、無償ジュエルの話ですけど、無償ジュエルはだいぶ節約になるというところです。
まあ、ただちょっと今回まだ補充はしないんで普通に弾いていきます。これちなみにパソコン版で撮ってるんで、ちょっとこれ矢印とか出てんのかな、あの、まあ、マウスのちょっとわかんないですけども、操作ちょっとおぼつかないところがあったらすいません。ちょっとパソコン版でガチャ引くの初めてなんで、まあ、とりあえずやっていきましょう。では超ボス祭りファイアブリンガサルインオルロワージュ、ここは3体とも欲しいです。いきます、10連目なんもね特に何にもない。いや、ガチでなんもねえわ。これはもうここでスキップしちゃっていいですか。2、3、4、5、6、7、8、9、10 マジでなんもないわ。幸先が悪すぎる。じゃあ2回目。あれ、これマコだっけ、なんかもう忘れちゃったキャラ名。ひらめいて、てかロマサガ RS のガチャ動画とか全然やってないから、なんか進行の仕方が分かんないし、演出も基本全部スキップしてるんで、なんか分かんないです。ムクチャーが出ればいいっていうのは分かるんですけど、あとキック爆発で画面が暗転、なんかそこら辺がやっぱ核になるから、てか何も出ねえじゃねえかよ。3回目。いや、でもね、最終的にまとめて出てくれればもうそれでいいんで、これは動画の尺的に分けた方がいいのかな。15連引くってで結構時間かかるね。まあ、最初ちょっといろいろ話してたのもあって、特にマジで見せ場がないな。悲しすぎる。あんまり確率気にしてないけど、これ確率何パーだっけ、 5% パーとかだっけ SS って。鬼面相か、鬼面相たまに仕事してくれる感じだよね。いや、なんもない、本当になんもない。4、あ、来た来た、なんもない。鬼面相やっぱ仕事してくれんな、さすがだ。神の力押しでサルイン。いや、かっけえ、マジかっけえ。オブシダンソード、てかオブシダンソードとか出してほしいんだけど、闇剣で。お、これはほらほら、結局ねこういうもんなのよ、確率っていうのはね収束する。え、これもうなんかすでに撤退したいんだけど、やっぱこの中で2体欲しいって言ったらサルインファイアブリンガーだよね。でオールロワージを狙いに行くか。あれ、またファイアブリンガー、鬼面相すごっここでオルロワージュ来てくれたらマジ神だったんだけど、でもピックアップ3体すごくないっすか。この勢いをどうするか、ハマるんだよな、沼るんだよな、この後。え、今何回目、4回目とかだっけ。いや、40連でさ、この2体手に入れたのはでかいよな、マジで。ちょっとほんと無課金なんで、オルロワージュちょっと一回諦めますすいません、この2人出たのはマジで最高なんで、ちょっとオルロワージュ一回諦めて、40連で2体、これはかなり勝ちですね、自分の中では。で、他で吸い取られる可能性があるん で、あと欲しいのは、まあ、ちょっと先にここもな、そうだよね、先にこっちが出てるから気 8C でいきますか。ここは気 8C で欲しいよな。で、こっちの10連いきます。またなんもないいいんだよ、さっきみたいになんかどっ、あれ、これはこれはなんかいいんじゃないのこんな感じで暗くなるんだ。ゲラハ、いや、来た、リアムか。まあまあまあ、リアム、リアムね、当初めちゃくちゃ強かったけどね、今どうなんだろうね。アタッカーがやっぱりね、どんどん強いの出てくるんで。あ、シーレも来て、これマジですげえすごっ。で、キハチはただね、取りに行きたいよ。キハチはマジで欲しいもんだって。シーレ、てかさ、この2回連続のガチャすごくないですか。20連で4体出てるっていう、
結構、おお98、いやマジ神だわマジ神だ、この回、この回っていうか10連で3体揃うとか、いやマジでこれ社員疑われるな、初めてだ、ガチ初めてだこれ。10連3体はマジすげえ、超興奮だわ。他はいいです。いやこの絵面すごくないっすか、リアム。ちょっとあんま見てないんだよね、アビリティ。まあリボルブ系だよね。でまあチェイサーやって、まあ、多分アタッカーで軽くは見てるんで、あんま見てないっていうだけで軽くは見てるんで、アタッカーでマキシマムボルテージ、ウィークヒートアップ、あーウィーク攻撃か、なるほどね。でシーレイが今回どうなってんだ、禁止仮面の代わりにこれなんて読むのか分かんないけど、攻撃強化2ターン、極大2ターン、防御極大2ターン、でも重いなやっぱり。でターン終了時ヒットポイント回復も2ターン、あこれだけ、なんか微妙じゃない、ちょっと重すぎない。何がある、あ禁止家電じゃなくてこっちの家電発動時に BP プラス3か、まあでも極大極大つくのはでかいよな。防御強化の極大2ターンだから、極大っていうか特大か、こっちは特大2ターンだから一応かぶせられるんだよね。てか17、16、15、14を2回連続で打てるかって言われたらなかなか難しいけど、難しいっていうかシーレ自身は無理か、防御強化攻撃強化はかぶるはずなんで、かぶせればかなりいいんだけど、再生効って何、あダメージブロック1回、1人か、単体回復か、なるほど。で BB 回復357、なるほどね。あとキハチですよ、キハッちゃん怖えなやっぱり。で今回雷属性がメインになってるんで、八重二振りの雷バージョンだよね。だから今回キハチは、まあ、プラスして雷弱点でも使えるようにはなったっていうところなのかな。でカジバジカラがちょっと複雑すぎて、まあ、よくわかんないんだけど、最初に死んでくれれば強くなるっていうイメージで、八重二振り自体は八重二振りじゃないんだけど、その八重二振りの雷神発生に関しては確かこれあれだよね、オーバードライブ発動すれば出るっていう感じなんで、多分弱点攻撃しなくても大丈夫だと思うっていう感じです。まあそんなところで、まあここで3体揃ったんだって、これ所持数10連目ですよ、10連目で周年3体揃うってマジすげえんだけど、これレオン編回せるな。という感じで、じゃあ前半戦として今回、まあ、ファイアブリンガーのところと、5周年の仕入れ編、まあ、引くことができて、まあ、無事これはもう超絶勝ちと言っていいでしょうという感じで、後半はまあ最終工程とか、レオン編の方を引いていきたいと思います。そんなわけで、では、5周年記念、ガチャ動画前半戦は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ後半編も、見に来ていただければ嬉しいですまあ爆死するかもしれないけど、そっちはでもまあ潤沢にはねあるんで、まあ、後半編も、引いていきます。よろしくお願いします。お疲れ様でした。